まずあの本当ベーシックな考え方で、ね、ベーシックでやってください。ベーシックいきましょうよ。はい、相手が 4-4 にできます、はい、で、いや、吉川がじゃあ黄色の守備、はい、あの守備の方のチームの監督だったり選手だとしたら3トップ張ったら、はい、何枚残す、ここ基本的に僕は基本的に相手ボールがここに来たらもう敵陣で押し込んじゃいたいタイプなんですよ、うんうんうん、なので基本的にはここの前の2枚のところが当然アンカーが1枚いるんで、うん、まあ、3対2っていう形でイメージするんですね。3対2、はい、はい、うんうん、で例えばこれが出したらここが例えば前からこれ規制して、うん、でこれがこう見るスライド、うん、スライドしてくる。でこっち行ったらまたこう、そうです、そうです、もうそれです、うん、で、まずこっちは、こっちはどうする、こっち後ろ、まずこう3トップ張ったら、だからここが例えばですよ、うん、例えばこれ行ってこれ行ってでこう来るじゃないですか、うん、でそれでこいつ、そしたらここのオフサイドポジションだったらもう別にいいんじゃないですか、ここは、うん、ゾーンでも多分、まあじゃあハーフラインぐらい行ったら、あ、じゃあそしたらこう来ますね、うん、だから基本的に後ろ4枚残す、はい、だからこれスライドしてくるんで、うん、そうですね、で残すっていう感じですね、まあ、だから基本的にはほら、ここ捨てて3トップに対して、はい、まあ、1人余らすような感じで、はい、そうですね、なるじゃない、はい、うん、っていう、まずこうなった時に、うん、3枚に対して4人残ってるから、はい、ってことは例えばここじゃこのハーフラインから、うん、こっち側だけ考えた時には、うんうんうん、ここ相手6人なのね、そうですね、中盤4枚2トップで6人、はい、でこっち側青の方は7人いる、うん、そうですね、3枚だからね、うん、こっち側に7人いてプラスキーパーこれで俺8対6っていつも考える、ああ、はい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 、ベースはで相手のシステムによるからこれを出してくるチームもいるし、うんうん、いろんなところあると思うんだけど、まず本当ベーシックなところね、はい、4バックで3トップに4枚残したら、うん、必ずこっちは相手は6人しかいないから、うん、青のフィールドは7人プラスキーパーで8対6、うん、でこの広大なハーフスペースで、うん、ハーフコートで、うん、8対6って、まあ、普通だったらなかなか取りづらいと思う、そうですね、うん、でいかにして前進、このハーフラインを越えて前進してボールを運んでいくかっていうことを考える、うんうん、で今吉川が言った通り、うん、ボール出たら、うん、こうやって規制するよね、はい、でできればこうこっちに追い込んで、そうですね、もうここにスライドしてきてボール出したらスライドしてきて、うん、ここでもうはめ込んで、そうですね、行きたい、うん、っていう感じで守備してくる、そうですね、うん、基本的にだから僕の場合は、うん、こっち入ったらもう外は捨てる、うん、そうだね、でこのボール中心にボールサイドにもう、はい、間違いない、こことここは捨てるよね、そうですね、だから、うん、あの基本的に日本のサッカーっていうか、うん、あの特徴的なのは守備っていうとこう守るっていうブロック組んで、うん、でも僕は奪うっていう概念の方が結構強いんで、うん、出てきたいんだよね、そう、出てきたいんですよ、うん、俺からしたらもうありがたいするもん、ありがたい、逆に言えばありがたい、なるほどね、でだから要はもうここがフリーになってるから、うん、このフィールド上でみんながいかにしてじゃあフリーなこっちにボール運ぶかっていうのを描かせるっていうか描く、うん、だからここで例えばゴールキック出しました、まあ、1人がツートップの1枚にかかるアンカー消す、うんうん、こっち側に誘導したいよね、うんうん、もう絶対ここ出させないよパスは、出させない、出すなって、だってこうはまって、いったらはまるじゃん、あ絶対出させないっていうか、出したらはまるから必ず変えなさい、なるほど、キーパー使ってでもいいし、まあ、センターバック間でもちろんこれができれば、うん、でこれで1個、ね、でもまた来るじゃん、行きますね、いいよ、1回ぐらいじゃ来るじゃない、うん、でこれでまたスライドしてくるじゃない、うん、で出そうとするとこうやってまたはめられるじゃん、うん、出さない、なるほど、でこれを繰り返す。で、よしか、ここ何回ぐらい終える？このツートップで。いや、僕ね、しもさん、答えが分かってるんですよ。なぜかというと、何回もしもさんの、あのゲーム解説させていただいてきたんで、何回もこう戻して変えてキーパーが出てきてって、もうしょっちゅうするんですよね。やるよね。で、だんだんね、このツートップが嫌になってきちゃうっていうか。そうなんですよね。そこまでやるの、まず。そこまでやる。まず、このツートップを。なんていうの、ツートップを切るって言ったりとか、うん、まあ、ちょっとツートップを疲弊させたりとかっていうことを考える、うん、まずこの2人を、まあ、要は殺してしまうというか、うん、でアンカー使いながらできればこのツートップ脇に侵入していく、ここまで入りたい、あそこにね、うん、でもまだ追ってきます、はい、追ってきます、はい、
まあここからまたここにスッて入っていきたい。これを繰り返しながら、まあ今日3対2でやってるじゃない、はい、で困った時にはキーパー使って4対2になれば、うん、絶対取られないから、うんうん、絶対取られないから基本的には、ね、4対2じゃ、はい、うん、で例えばこうやって2トップが両センターバックに追い込んじゃったら、まあ、ストンってここよく見なかったこういうシーン、キーパーからアンカーに、ね、割れた瞬間にストンってこのアンカーに入れて、はい、ここで前向き作って、そうするとここが3対2になるから、うん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 、じゃあ後ろでキーパー含みながらこのアンカーと4対2で、うん、4対2、まず4対2、はい、2トップだったら4対2にすると、うんうん、でビルドアップの時にはここからあの展開する時は、うん、もう相手はここサイド狙ってんだから、うん、出すなと、出すなと、出すなとでそのうちにこの2トップがこうやって動かされてると、うん、もう嫌になってきちゃって、うん、そうそのうちアンカーも登場して、うん、それでもう話しちゃうと、ね、まずこの2トップをの第一ラインをどう越えていくか、今みたいにキーパーからアンカーにストンって入れて振って前向いて、うんうん、これでもう2トップ越えれるじゃない、うん、これでもいいし、さっき言ったみたいにこうやって2トップが頑張って消してきました、はい、でこういうポジションですってこれで入っていってもこれで2トップ越えても、はい、だから脇から入るか真ん中から入るか、このルートは脇、真ん中のルート、この3つのルートがあって、そこからまず入っていきたいっていうのが最初のところ、うん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 、で困った時はキーパー使ってやり直していいからっていう、あその時はやり直すと、うまくさっきみたいにね来られるんだったら、うん、うん、じゃあここどう、ここまでは、いやー分かりますよ、うん、脇と真ん中と、うん、これ2トップ広がったら要は真ん中入れましょうねっていう話ですよね、アンカー入れて、うん、でこのレーンは入ってこないってことですよね、うん、センターバックはこのレーン、あ、外にはねあんまり開きすぎない、うんうん、なるほどなるほど、じゃあここの基本的にここのこの真ん中のハーフスペースと中央のセンターと、うん、このラインはアンカーと2センターバックとキーパーで4対2、4対2で、うん、あんまりこうぐちゃぐちゃ動きすぎるとこの4対2が保てなくなるから、適度な距離感を保つためにはこのハーフスペースのこの間に、今これちょっとね薄くなってるけど線引いてると思うんだけど、ここに入るぐらいの距離感でちゃんとバランス取ってる方が、じゃあ相手の 4-4-2 のこの1列目をこうまずは剥がす作業っていうところからスタートして、で次そうなってまずここで4対2をやってると起こることって多分ボランチ出してきて、そうですね、しますね、そうなった時にその前にもごめん、1個、はい、当然だけどこう言っていってバックパスした時に、こうやって消しながら来るよね、行きますね、あるよね、はい、うん、この時には例えばここから逃がしていくとか、絶対はまないようにするんだけど、さっき言ったけどここはハーフコートで6対8だから、はいはい、例えば今ここでこういう状況でねやってたとしても必ずここがフリーになる、ここ背中で消しに行っちゃうとしても、これはフリーになってる、そうですね、そうですね、一応マークは今、はい、いない状況だから、ここにちゃんとみんなで絵を描いてアンカーから経由して入れていくのか、この瞬間にプレッシャーがいったなと思ったら、すぐアンカーを寄ってきてサポートするし、もしくはセンターバックが寄ってきてこういうふうに、あのよく4対2でよく、この原理で常にはまらないようにまずはしていく、でさっき言ったけどこっからさっきも言ったけどこういう風に入った時にボランチをこう出してくる、うん、でここももうさっき言ったけどこれは2トップが消えたとしてここで3対2の状況だから、出てきてくれたら助けに来てこれでまた逃がしていく、うん、でこれはもうみんなが理解してれば、うん、そんなうまくできないだろうってちょっと思ってるでしょ、でもね、うん、トレーニングすればできるようになるからこれ、うんうん、あのスカウティングでも言うし、うん、あのこうやって例えば鹿島とかまあ、昔のガンバとかもここボランチがつかみやすい傾向にあるチームっていうのはあるじゃないですか、うんうん、ありますね、うん、どんどんここどっちかが、しかもスカウティングで例えばタイプ的にはこっち側の方が出てきやすいよとか、うん、レオシルバー出てきやすいよってなったら、アンカーにボールが入ってレオシルバー出てきた瞬間にはこっ逆のインテリオールは少し角度作って助けてあげればここから入りやすいよって、うん、こいつが前向いてターンして入れられれば一番いいけど、多分レオシルバーもバカじゃないから、うん、とかボランチもバカじゃないからちゃんと切りながら来るじゃない、そうですね、うんうん、でもこの第三者を使って経由すれば入る、うん、でこれは事前に練習しておけば、うん、トレーニングしておけばその瞬間にスッとサポート入って角度作って、うん、もうこれだけで作って前に行って、うん、いけるっていうね、まあ、理論上ね、ボード上ね、はい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 、うん、でもこれ下さんのお話聞いてると、うん、
これまず真ん中のこのアンカーとかはもうキーパー絶対ですね。絶対だから絶対になっちゃうでしょ。だから そこは確かにね、絶対そういう選手が必要かなっていうの。いやもう最近で言うと どうしても柏とかよりも横浜 FC のイメージの方が僕は強いんで、そうすると当時出てたのは6ターンだったんですよね、キーパーね、はい、で僕は6ターンのことはエスパルスでよく見てるもんね、よく見てたんで、それこそ彼もここに来たことありますけど、ダンヒル、あ、そうなんですか、はい、カフェにも来たことありますけど、でそうすると6ターンがやってて楽しいとかってすごい言ってたんですよ、いや言ってくれてた、言ってました、本人結構上手かったんだよね、はいはいはい、うまかったんだけど、そういうふうにチームでやることがやってこなかったから、はい、こういうのすごい楽しいですってすごい言ってくれて、でもそういう選手に巡り合ったから下さん良かったじゃないですか。そうだね、それもあるね、これもしそういう選手いなかったらどうするんですか。あーでもどうだろうな、難しいですか、いやでも、トレーニングすればできるよ。あ、本当ですか、結局どこが開くとか、つけれる、まあ、技術的なところは多少やっぱりねミスは出るかもしれないけど、判断のところはやっぱりトレーニングすれば、そういうトレーニングするから、そうするとできるようになってくる。なるほど。キーパーがこういうところにつけれるようなトレーニングとかっていうのは全然あるから、メニューとしてあって、そういうのをやっていけば、はい、でちなみにここ3枚になりました、3対2の局面になりました、ここからさあどうするっていうところは、で前向き、例えば今みたいにこうスッてなった、例えばこういうところでスッて前向きになったら、もうあとはまあスイートアップのアクションを起こして、まあ基本的には背後狙い、はい、最後に出てきたらまた、ね、はい、今これちょっと広大なスペースありすぎるからあれだけど、はい、でも相手もここ取られたと思ったらスーッて下がるじゃない、はいはい、スーッて下がって、まあ、相手の自分たちの前線の選手の戻りを待つと思うんだけど、はい、その時には一旦じゃあ落ち着いて相手が戻ってきたら、またここから攻撃 し直すんだ、し直すというかここから攻撃がまた始まるんだけど、はい、まずは一旦今ビルドアップのところ、はい、のところでね、わかりました、でまだあるね、ごめんね、はいはい、まだねまだね、まだあるんだけど、下さんまだありますよこのアンカーに、困って出てきたのは、ボランチ、ボランチですね、こういうチームもあるし、違うチームでは例えば縦関係になってとかね、まあ、どっちかがアンカー消して追い込んでこういって、ここには出したらハマるから出さないでしょ、でこのセンターバックにサイドハーフを狙わせるみたいな、まあ、っていうチームも、それはそうです、出てくる、ありますね、次はね、まあ、ここもよくある、プレッシャーのかけ方であると思うんだけど、そしたら傾向でここにもプレッシャー出てくるのが分かれば、今度フリーなのここじゃ、もうここ分かってるからあここ行ったぞって言ったらここが選手フリーになるから、はい、このまだこの開きすぎると狙われるじゃん、今度、はいはい、だからわざともっと距離縮めたりして、ボールの移動中に寄ってくるのに対して、スッて降りてきて、スススッて降りてきて、横でストンってもらってあげるとか、あとはこの切り方もでもこうやってやっぱ外から切ってきたり、外切りで来るチームもね、ありますね、ここのサイドバックに通さなさせない、うん、そしたらこのインテリオールのコースが空いてくるからタイミングよくストンって降りてきて、まあ背中背負ってるかもしれないけど、ワンタッチでトンと落とせばどっちか逃げれるから、うん、必ず背負ってる側の遠い足の方につけてあげれば、絶対これで逃げれるから、まあこれは逃がすのはインテリオールから逃がしてもいいし、アンカーから逃がしてもいいけど、逃がすルートはたくさんある、ちょっと内側から来るんだったらキュッてコントロールで外側に逃がす、キュッてこうコントロールがまたすごく大事なんだよね、だから俺ここは左利きのセンターバックを置きたい、実は。なるほど、ね、ここでグッと体開いてこういう持ち方をしてほしいのね、このボールの移動中に、多少寄ってこられても、クローズにコントロールするともうここでこっちに行くしかない、そうですね、からできればしっかりグッて向き作ってこうやってここにコントロールしてほしい、左足、はい、で開いて出すのか、さっきみたいにね、このコース切ってくるなら縦からストンと逃がしていく、ワンタッチ逃がしていく、じゃあ後ろでこれ積み上げるときにこのキーパー使いながら、外をこうに出していくっていうよりも、まずは一つはここキーパー使って3対2を剥がしていくっていうところ、まず3対2剥がしていく、それともう一個は、前進していったときにこの今、まあ、ここで言えば3対2に相手は3対2プラス、まあ、2トッププラス誰を出してくるのかっていうのを、
さ事前に読んどくというか、頭に入っていれば、さっきみたいにボランチが出てきて3対、ここを3対3にしたいチームなのか、サイドハーフを出してきて、3対3にしたいのか、これは分かるじゃん、あるじゃん。はい、ありますね。っていうのが最初に分かっていればとか、どっちもできるようにチームとしてなっていれば、あの逃がし方はさっきも言ったけど、ね、ボランチが出てくるなら助けてあげて逃がしましょう、サイドハーフが出てきて3対3にするなら、ここがフリーになるから逃がし方を持って考えておきましょう、で準備しておけば、別に慌てる必要ない、あ、来た来た、おいしいおいしい、来た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 って逆に思えるぐらいの感じ。ボランチも、あ、ボランチ来た来た来たって言ったら、もう慣れてきたら、もうそもそもここつけないで、ここに来させて飛ばしちゃったりとか、そういうことも出てくるから、もう応用はどんどん出てくるから。でもこれ、あの選手としたら、あ、これチームのコンセプトで相手が食いついてきたって思えたら気持ちいいでしょうね。いや、だからこれ分かったら気持ちいい、気持ちいいですよね、外してね。楽しい。でこれをしっかりいつもトレーニングするから、そういう現象が起きるように、トレーニングしていくから、この現象をね、これが来たねっていう感じで、だから例えばこれ技術的なミスでね、例えばこの逃がしていくパスがちょっとずれたりしてとかなれば、あーってすごい悔しいのも分かるし、自分の技術が、だから技術足りないんだったら、もっとパスの練習しましょう、コントロールの練習しましょうって自分に跳ね返ってくるし。なるほど、分かりました。まず第1弾、このビルドアップのところですね、がここで1回終わります。次はこの真ん中、じゃあ剥がしました、ここの真ん中からどう前進していくかっていうところをやっていきますんで、お楽しみに。チャンネル登録お願いします。